で、西表島にね、湯布島という場所があるんですが、その湯布島は海の上を歩くので水洗トイレなんです。もうほとんど放置状態なんですけど、さすがにここは集落内をね、歩きますので、取れる分はバケツでね、取って。いや、僕の指示待ちですね。いくよ、カビラ、はい。まあ、ほとんど出番もないので、すこぶる調子はいいと思います。2回ぐらいですかね、1日多くて3回。もう3回出ることはめったにないですね。一番最年少が7歳、なので21歳ぐらい、最年長が26歳、なので78歳ぐらいですね。まあ、結構幅はありますけど、まあまあ、カビラちゃんは元気な方ですね。よいしょ。それではちょっとずつね、島のご紹介をしていこうと思います。今実は通ってるこの道はですね、島のメインストリートと言われる、ナビン道と言われる道なんですが、なぜメインストリートと言われるか、理由はですね、竹富島には3つの集落があります。正面向いて右側が東集落、藍の田集落と言います。で、お迎えが西集落の印の田で、この道ずっと下っていくと南の集落があるんですけど、南の集落を中筋集落と言います。この3つの集落で竹富島はできてるんですけど、唯一、この道だけその集落3つに面してるんですね。で、全部の人、3つの集落トータル合わせまして人口が360名、今住んでる方がね、360人しかいません。観光の島でね、結構働いてる人は多いんですけど、ほとんどが石垣島からの通いで来てます。で、ちなみに僕は住んでます、この島に。中筋に住んでるんですけど、意外とやっぱり少ないですね、住まれてる方。もう若者もほとんどいません。若者と、まあ、僕と同世代の人はあんまりいないですね、20代子供はでも多いです、意外と、360人しかいないんですけど、トータルすると子供65名ぐらいいるんですね。で、まあ、竹富島の良さはやっぱりね、昔ながらの沖縄の雰囲気、まあ、どこかタイムスリップしたかのようなね、雰囲気を味わえると思います。あの電信柱にしてもね、木でできてる電信柱、今じゃね、ほとんど見ることないと思います。ね、電柱はまあ木でできてます。で、まあ、あのほとんどの外観のお家はですね、琉球家屋と言われるお家なんです、これね。屋根は赤瓦屋根で、家は平屋建てがほとんどですね。で、家は木目調で、それを石垣で囲うというのが、まあ、竹富島のスタイル。実はですね、昭和62年に町並み保存地区というものに選定されていて、お家を、まあ、建てる、新築を建てる際もこういったお家に寄せなきゃいけないんですね。まあ、そういった努力で、まあ、ずっとね、こういう町並みが続いているといったところです。はい、行くよ、カビラ。はい。行こう。で、今この通ってる十字路なんですけど、ここがね、一番人が集まる場所と言われています。竹富島で。繁華街ですね。繁華街と言われる、すいません、通ります。繁華街と言われる理由はですね、ここから商店だったり、お宿、民宿がね、近いので、大体皆さんここら辺を中心としてこうぐるぐると回ります。まあ、竹富島の良さはですね、まあ、あの印象的なのはこの石垣だと思います、ね、どこに行っても石垣がきれいに積まれていますけど、はい、これよく見ると実はサンゴの化石なんですよね、サンゴ、あの竹富島自体がね、サンゴが隆起してできた島なので、まあ、穴なんか掘るとね、未だにこのサンゴの化石がゴロゴロ出てきます。石も混じってますけどね、中には。で、積んであるだけです。で、去年あの大きな台風が来たんですよね。最大瞬間風速71メーター、車が、本当にひっくり返っちゃうぐらい大きな台風が来たんですけど、
隙間風は通します。積んであるだけなので、ね、隙間は空いてますので意外と崩れませんでした、ね、風には強いです。ただやっぱり水牛さんがたまに当てたりしてしまうんですね。この石垣に引っ掛けたと結構崩れます。簡単に衝撃には弱いんですが風には強いです。でサンゴでできた島なので、ね、非常に薄っぺらいんですね、竹富島はね。なのでもうすぐ見えてきます、左の和みの塔という塔があるんですが、あの高さが一番高いと言われています。昔は連絡塔として使われてました。あの火事が起きた時とかにあそこからね、知らせたと。高さは 4.5m、 海抜でいうと 24m ぐらいですかね。意外と急です。ただ登るとこうやって晴れた日はですね、360度赤ヶ原の綺麗な景色が、一望できますね。ポストカードで撮るような綺麗な景色がね、撮れます、誰でも。はい、行こう。右にあるコンクリートの筒、わかりますか？これね、昔は貯水タンクとして使ってました。雨水をね、溜めて生活用水使ってたんですが、今はあの便利になって石垣島から片道6キロぐらい離れてるんですけど、海の中を通してね、電気と水道が来てます。非常にね、生活が変わったと竹富の言われているんです。そしてカグラちゃんね、勝手に指示も出さずに曲がってくれましたけど、ちゃんとコースを覚えてくれてます。それにあの電信柱当たった傷はあるんですが、ちゃんとねカビラちゃんぐらいになると大回りをしてね、当たらないように回ってくれます。計算してます。あの13頭もいるとやっぱ下手くそな子もいるんですよ、運転がね。ただやっぱりこれだけベテランさんになるとね、とても上手です、運転はね。